お前変わ、変わんねえっちゃさ、お前たちのあのアルフィーの、はい、そのグッ写真集、はい、あの写真みたいな顔してんだろ。そうですね。結局、あの、メイクの濃い、能面のような。あれは子供の時のまんまの写真がテーマなのか。あの顔。ババちゃん来てるんですけどね。ババに言わなきゃいけないこといっぱいあるんだよ。言わなきゃいけないことなんですか。あのね、アルフィーのね、あのショットを、パンフレット買いましたっていうのはね。ありがとうございます。青いバスガイド。ババちゃん来るちょっと。先週物議を醸し出したパンフレットを買いました。おぉ。あれでいいんです。あれでいいんです。あれでいいんです。あのショットです。はい。普段は見られない3人の表情がたまらないです。ああ、いいじゃないですか。60近くで可愛いと思ってしまえるおじさんが3人もいる。はいはい。それだけでいいんです。はい。ただ、高見沢さんがほとんどカメラ目線なのはちょっと気になります。なんか毎回さ、こうやって、なんだかんだ言いながら宣伝になっちゃってるってことで、くそったら。いや、拓郎さんの今度ライブある時は僕もしっかりと。何グッズを宣伝しますよ。いや俺は別にその生命とかおかき作んないからそんなにいらない。おかき作りましょうよ拓郎さん。いらないよ吉田拓郎おかき、ええ、いらないよ拓郎ドーナツ拓ちゃんせんべい拓ちゃんせんべいとかわあ美味しそうじゃないですか坂崎、ええ、ある日にある日のイメージがあるだろうけど、ええ、俺にも俺のイメージがあって尊重して拓ちゃんドーナツなんか作るイメージじゃないんだ俺拓郎さん食べ物だったら何ですかでも例えばグッズで例えばですよ食べ物合わないねフルーツえフルーツってもなんか洋梨なんかして合わないよ食い物がフルーツゼリーどうですかいや合わないなそれかカボチャですねカボチャかどてカボチャ坂崎人バカにしてるバカにしてるやつ神様ですから俺の拓郎さん今日あれだよ、まあ、神様だったら事実が後で後に来てるそうですよ今日はね拓郎さんやはり俺は隅田川高校の吉田拓郎だったっていうと思える証拠を持ってきましたから、うん、なるほどはい、うん